お、来た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 。もう一回行きます。はい。ホワイトベース、館内放送ですね。記念すべき2回目ですけれども、今回ですね、ユーストリームでと連動で、話していこうと思っていますけれども、なんかラジオみたいですね、本当に。深夜、やってますよね。JAの DJ 太郎さんの、ラジオとかですね、僕よく聞きますけれども、DJ 太郎さん、僕非常に尊敬しておりますよ。一度お会いしたいですけども。一回ですね、一回というか何回かこうメールのやり取りしたことがあるんです、学生の時。あれ何年前かな ?10 年以上前ですけど、とても励ましてもらった記憶がありますね。はい。お、46人視聴中。めちゃくちゃ増えましたね。あ、そう、昼間、日中ですね、垂れ流しユーストリームずっとやってたんですけども、特に何もしてないんですけどね、時々チャットに参加したりとかやってただけなんですけど、皆さん楽しんでいただけたより何よりです。でも今日平日ですか？平日ですよね。音割れ気味。音割れ気味。はい、ちょっとレベル下げまーす。はい。こんなもんどうかな？どうです？音割れる。まだ割れる人。まだ割れますか？大丈夫ですか？今レベルゲイン下げましたけど。どうだろう。OK！ よし。そうそう。それで、まあ、ちょっと垂れ流しでね、僕いたりいなかったりなんですけどもね。なかなか皆さん適度に楽しんでいただけたようで。これ今日平日だから週末やったらもっと盛り上がるんでしょうかね。楽しいですよね。こういうストリーム。そう、新店舗の方も来てます。はい。ね、後ろにプロッターだけしか映ってないですけども。今僕がいるフロアがですね、若干物置チックな場所です。中を、こう、天井高が4メートルあるんですね。だから中を2段階、2階に中2階区切って、上を物置兼私の、オフィスになってるんですけども、こういう風にしてしまうとですね、ここ単管で足場組んでるだけなんで、バイクが後ろに現れないんですね。だからちょっとこれ、良くないなと思って、つまんないんで、まあ、時々下で、撮ろうかなと思ってます。はい。後ろのガンダム消えましたか？あ、そうそう、ガンダム消えてないですよ。映りました？箱。はい。で、新店舗ですね、バイクの置き場の方も中2階区切ってありまして、まあでも前回、前まで、昨日までいたところですね、まあ今日引き払ったんですけども、の、スペースからしたらですね、だいぶ狭くはなってます。だいぶ狭くはなってるんですけども、その代わりですね、置き場は常に屋根がありますので、雨に濡れなくなりました。はい。だから非常に良かったんじゃないのかなと思います。はい。まあ、ちょっとカメラ持って移動するってことはちょっとできないんですけど、いずれですね、こちら。これ。これを使ってですね、紹介を動画を撮っていこうかななんて思っております。はい。で、建物自体は中2階と、まあ、普通の2階ですね、とで分かれてるんですけども、上の方は、事務所になっておりまして、うちの事務所じゃないので、はい。皆さん、覗きに行ったりはしないでくださいね。はい。ですね。新しい店舗でできるようになったこと。夜更かし。夜更かし。エアコンついてるからですね。いくらでも快適に過ごせちゃうということで。夜更かしできるようでしたね。あとはなんだろうな。本当に周りに誰もいなくなったんで、共有的なところもないし、変な嫌がらせするやつもいないし、まあ、やりやすいですよね。あとは、やっぱ環境が僕らも思いっきり変わったんで、やっぱ使い勝手がまだ良くないんですね。だからそれをまあ、これからどんどん自分のものにしてて、仕事の効率を前以上に上げていかなきゃいけないなっていうのが、やはり、課題なんじゃないのかなと思ってますけど、お、64人になったな。すごい。垂れ流し良かったですか？ね。ほんと、じゃあまたやろうかな。頭の傷は大丈夫ですか？大丈夫です。ここね。はい。痛かった、ほんと。でもね、俺、傷治るの早いんですよ。あれから3、4日しか経ってないですけどね、もうほとんど治ってますよ。ただ、昨日までは包帯巻いてたかな。なんでかっていうとですね、もう血が枕につくんですよ。で、あとなんだ、ヘルメット被れないので一応ね、包帯巻いてたんですけど、まあもう包帯取れましたんで。今日こんな清涼飲料水飲みすぎで、お腹壊しました。ダメですね。あんまこんなバカ飲んでたら。水とかお茶とかにしとかないと。本当に。そう、この間の動画とは、後ろが全然違う。毎日毎日片付けてますんで、変わっていくんじゃないのかなと思いますけれども。
バイクの紹介動画でさらに走りにくくなる感じですか？多分ね、走れない。だから、ちょっと撮り方を変えようと思ってるんです。まあ、その代わり台数もあんま増えないと思うんですけども、一台一台にですね、もっと時間をかけていこうかなと思ってます。はい。で、一台一台に時間かけて、動画の方も時間かけて、質、クオリティともに上げていきたいなと思っておりますけれども、はい。泊まり込みそうですね。まあ、泊まり込みたくないんですけど、まあ、ここはもうなおのこと自分の部屋みたいになっちゃってね、全然居心地がいいんで、泊まり込んじゃうかな。わかんないけど。2階は違う。2階違います。はい。2階は、貸しちゃってますんで、はい。内出血はしてませんかね。飲み続けるんですよ。内出血してますよ。で、まあ、飲み続けるかね、もう。いや、喉乾くんですよ。暑いから。はい。でモンエナはもう2本飲んでるし、ね。髪短い頃が懐かしいぐらい伸びましたね。いや、もうあんなパッツン、二度とやらない。もう本当にね。もう日に日におでこが広くなってるんですからね、僕も。髪前髪短くなんかしちゃうと、前髪って言っていいのかどうかわかんないですけどね。前髪がこう、なくなってくるとですね、まあ、交代が非常に余儀なくされるというか。78人。普通に増えてますよね。すごいなぁ。記念すべき僕のツイート3000ツイートになってる。皆さん、僕の体を心配してくださってありがとうございます。隣の唐揚げは食べました。はい、この年になってるとですね、あんまりこう、唐揚げとか食べちゃいけないんですよ。揚げ物ばっかり食べるとですね、もうほんとお腹にいっぱいついてしまうんで、あんまこう食べちゃいけないなっていう。自制心が働きます。はい。新店舗で、やりたいこと。まあ、新店舗だからっていうわけじゃないんですけど、前々から言ってるようにですね、僕は一台一台商品のバイクで遠くまで走りに行きたいんです。はい。で、今ですね、それのための準備をやってます。で、どんな準備を今、進めてるかというと、もちろん車両を用意するっていうのも、まあ、さることながらですね、その車両を使ったテスト走行で、ちゃんと保険が効くようにしないとダメなんですよ。まあ、自分の体の保険も、まあ、あればいいですけど、そうですね。やっぱ耐物耐塵ぐらいはつけておかないとならないんで、そこは、最低限ですね、しっかりしてから、以前言ってたですね、リアル SNS ということで、いろんなところに私が人に会いに行くというのをやってみたいなと思っております。はい。冷房を効いてれば、暑さで温まった温かい飲み物から脱出。ほんとね、4年目にしてやっとですよ。4年目にしてやっと。うん。でもね、それだけ店舗も広くなって冷房も効くようになったっていうことは、固定費が上がるんです。はい。だから頑張って稼がないとなりません。はい。固定費上がったな。本当に。店内このままの感じもかっこいい。いや、このままですよ。全然このままでいきますよ。コンパネ露出で、全然構わないと思いますよ。どうせポスターとか貼っちゃうですしね。下の方も汚れるんで、逆に床塗りたいぐらいですよ。適当なペンキでね。まあ、そんな感じで、いろいろやっていこうと思うんですけども。88人視聴中。よいしょ。ちょっと失礼。人数増えますね。新店舗紹介動画撮りますよ。撮ろうと思うんですけども。前と比べてですね、ちょっと店内にお客様がこう、ダラダラできるようなスペースっていうのはちょっとなくなっちゃったんですよ。ただ、その代わり、外の方にベンチとかはこう置くつもりではいるんですけども、まあ、それがちょっと、まあ、今後どうしていこうかなっていう課題ですけどね。やっぱ自分のお店だからいろいろ改良していけるんですけども、やっぱお金がかかるわけです。まあ、今の状態をですね、なかなかこう、うまく活かしていくっていうのも、まあ、重要なんですけどもね。できれば、改良して、よくしていきたいな、なんて思ってます。はい。前のコメント見ようかな。いやー、やばい。
前の動画はアーガマのネットが繋がりました動画ですね。いやー。痩せましたね。はい、すいません。痩せました。確かに。もうかつてのでも面影ないですよ。ほら、もう、全然、カリカリ、普通の人になっちゃった。もうね、痩せるのに2週間もいらないですよ。筋肉つけるのに何ヶ月もかかりますけどもね。嫌になっちゃうな、もう本当に。あ、バイク、あ、マガジン X 買ってくれた人。ほいほいほい。買ってくれたら嬉しいな。エアコンの電気代かかりますよ。フィルター掃除まめにしてください。そうですね。しないとな。あれ？なんだろう。僕ね、車バッテリー上がったんですよ。あ、よかった。車バッテリー上がっちゃって、動かせなくなって、今そこで充電してるんですけども、なんか回転灯がチラチラ見えてったんで、おっとって思ったんですけど、大丈夫だったみたいですね。はい。よかった。いやー、皆さんいろんなコメントをありがとうございます。神棚も作るように あんまね、僕、神棚を見て、あんま期待してないんですけどね。下ネタツイートできなくてすみません。下ネタ僕も苦手です。はい。皆さんも苦手だと思うんですけども、頑張って下ネタ広めていきましょう。はい。広めていってどうするんだろう。はい。まあ、苦手は克服しないとですよね。ちょっと質問コーナー答えていこうかな。ビシッ。あのね。この方は名前書いて、二十歳の大学生の方ですね、いきなりの上半身裸でこんなになってる写真を送ってきてくれたんですけど。コメントに困るな。効率よく腹筋を鍛えるっていうのは、僕もあんま得意じゃないんですけどね、腹筋っていうと、やっぱりモチベーション下がるんで、僕はコアって言ってますよね。コアトレーニングっていうふうに呼んでます。そうすると、なんかこう、やる気が出るんですよ。で、コアをこう、鍛えていくに関してはですね、やっぱり、毎日やることじゃないですか。腹筋っていうのは非常に、復活というか、超回復の早い筋肉なので、毎日やっても大丈夫です。だから毎日やっていいのは腹筋とあとふくらはぎの関係らしいですけどもね。それと、あとはまあバランスよく。正しい腹筋のやり方は、こう、足を引っ掛けて何かにやるとかじゃなくてですね、無負荷で、こう、V 字になるように、こう、ゆっくり、やりながら、アップ10回ダウン、アップ10秒、ダウン10秒ぐらいな感じでやっていくのがいいと思います。20歳の大学生だったらあっという間につくんじゃないですか？もう、僕なんて34ですかね、つくのはすごく時間がかかるんですけども、すぐにもう、落ちてしまう。今みたいに。やりやりですね。はい。これは、ヨンファのお客さんですね。今日来てくれた。ありがとうございます。質問コーナー。エイプ50に乗ってます。最近加速が鈍くなったように感じます。数ヶ月前まで60を振り切っていたのですが、今はなかなか振り切りません。どうしてでしょうか。加速っていうのはですね、テレビの大きさと同じようにですね、慣れてしまうんですよ。はい。昔と同じぐらいスピード出てるのに、なかなか出なくなったような気がしてしまう。で、あと、まあ、それでも、出ないなっていう時は、効率が下がってるっていうことですね。例えば、まあ、ブレーキ引きずってるとか、タイヤの空気がペコペコになってるとかですね。そういったところを疑ってください。バイクっていうのは転がる、タイヤは転がるもんなんで、転がり抵抗というものを、低くすることによって、効率が上がります。エンジンそのものを疑う前ですね、そこですね。タイヤが、空気減りすぎてないか、ブレーキが引きずってないか、まあ、各部、注油ですね、油が切れてないかどうか、ご自身の体重が増えてないかどうかっていうところですね。はい。気をつけてみてください。
ですね。現在ルネッサンに乗ってます。中古で買ったのですが、その時から社外のタコメーターがついてます。3、4000回転であたりで、タコ踊りをします。3000回転以下および4000以降は正常に作動するのですが、一番よく使う3、4000では全く役に立ちません。これどういうことか解決方法があるかということなんですけれども、これメーターぴょんぴょん病というやつですね、多分。はい、僕ら本当にそう呼んでるんですけど、メーターぴょんぴょん病なんですけど、メーター変えて治る場合もあります。変えて治らないときは、しょうがない。ただ、この場合はですね、社外メーターなので、出力のパルスがですね、もしかしたら合ってないのかもしれないっていう気はしますよね。はい。長いトンネルでいきなり演奏する、一体何なんでしょうか。タンクのキャップをずらして空気を入れてやると治ったり治らなかったり。なんだろうね。それ怖いっすよね。長いトンネルでエンストって。それはちょっとわからないです。なんだろう。質問コーナー。原付でエアクリーナーのあるものとないものが走っているのを見るんですが、エアクリーナーのありなしでは何が違うんですか？エアクリーナーがないもの。エアクリーナーっていうのは多分、エアクリーナーボックスがないものと、パワーフィルターの違いっていうことなんじゃないでしょうかね。何が違うかというと、エアクリーナーボックスがついているものって、あれ、エアクリーナーボックスというよりは、ただのそのフィルターが入っている箱というわけじゃないんですよ。で、あれが何かっていうと、要は、オートバイっていうのは走ってて、空気とガソリンを混ぜながら、混ぜてそれを爆発させるわけなんですけども、例えば暑いとき、寒いとき、標高が低いとき、高いときで空気の性質って違います。で、そのいろんな異なる性質の空気を吸入する中で、より性能を安定させて、出すためについているものがエアクリーナボックスなんですね。じゃあ、それを外してしまうとどうなるかっていうと、やっぱり、高低差や、気温の高い、低いによって、バイクの出力性能っていうのは変わってきてしまいます。はい。じゃあ、なんでそれなの？そんな変わってきてしまうのに、エアクリーナーボックスを取ってる人がいるのか。それはかっこいいからです。はい。かっこいいからです。そういうカスタムがかっこいいからそうやってます。で、そのかっこいい、そのカスタムに合わせるために、キャブレターを調整したりっていうケースがほとんどです。はい。速くなるからとか、そういう理由ではないです。正直、パワーフィルターにすると、感覚的には遅くなります。はい。みんな、速いっていうのはどこで感じるかって、加速が速いと、強いと速く感じるわけですね。加速弱くなります。はい。なので、何が違うかって、そういうのが違うですね。かっこいいからやって、ということですよね。はい。ふん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 。新車の慣らし運転の方法とその重要性。また新車はギアが入りづらいとよく聞くのですが、どうしてなのでしょうか。ですね、新車の慣らし。慣らしというのは何かというと、オートバイというのは機械です。機械というのは部品と部品が時にこう締め付け合い、時に擦れ合いながら一つの目的を達するものですね。部品というのを専門用語で言うと要素というんですけども、例えば、ボルトが締まってる。あれは外れちゃいけないから思いっきりきつく締まってるんですね。じゃあ次、タイヤが回ってる。軸とタイヤの間は滑ってますよね。今度さ、いっぱい滑らなければいけないわけです。じゃあ歯車。歯車はこうやって噛み合ってる。で、転がってますけども、噛み合ってるときは、しっかりとした強度を持って、あとはこう順調に剥がれなければいけない。いろんなことをですね、機械要素というのは要求されているわけです。じゃあ、そこで、それらが噛み合いがですね、どこまできちんと計算されているのかっていうのが精度というものなんですけども、どんなに精度を突き詰めていってやってもですね、やはり物と物が合わさったときに、それがきちんと馴染んでいくかどうかっていうのは、やっぱり若干時間がかかります。はい。あれじゃないですか。知らない人同士でやっぱ会ってですね、一緒に行動すると、しばらくはこう、仲良くなるまで時間かかるじゃないですか。それと同じようなもんですけれども、要は歯車をぐるぐる回、油差しながら回していると、だんだん動きが良くなる。それが新車の慣らしですね。
はい。だから最初は、慣らしをしているときは、オイルがよく汚れます、鉄粉で。で、あんまり突然ですね、素早くガーって回してしまうと、あまり、良くないと、馴染んでないときに回して、素早く回してしまったり、負荷を、強烈な負荷をかけてしまうと、あまり良くない。ただ、まあ、壊れるものではないんですけども、徐々に徐々に慣らしていって、全部が馴染んだ頃、100%馴染んだ頃に、フルパワーを出してやるというのが一番理想的ですね。新車はギアが入りづらい。それも今の話に関連します。ギアっていうのは滑りながらこう、切り替わっていくもんですね。機械と機械、鉄と鉄が滑り合うわけです。で、やっぱり新車の時はそこもやっぱり馴染んでない。だから入りづらいということですね。はい。こんなんでお答えになったでしょうか。川崎車は他のメーカーに比べて、癖があるなんていう話を聞きますが、初めて乗るバイクに向かないのでしょうか。川崎車が癖があるんじゃなくて、川崎というメーカーが個性的なバイクを出すのが好きなんです。はい。ただそれだけですね。で、別になんか壊れやすいとかそういうのはないですよ。で、うちで紹介してた昔、除染ワーオーナーの W650 があったと思いますが、あの車両のように良い状態で長く乗るコツ。ぶっ飛ばさないことです。はい。で、それから定期的にちゃんとした、お店でメンテを受けるということですね。無理させないことです、バイクに。はい。それが一番なんじゃないのかなと思いますけれども。はい。ですね。バリオスのレレキャクファンが動かなくなってしまいました。ですね、多分、ファンスイッチですね。夏場ファンスイッチよく行きます。はい。今年もうちもファンスイッチ4、5回公開してますよ。ファンスイッチ夏場に行きますんでね。やっぱこれは変えた方がいいですか？ファンスイッチ高くないですよ。2000円とか3000円ですよ。で、クーラント交換ぐらいしか必要ないんで、まあ、工賃入れても3、4000円じゃないですかね。工賃が3、4000円だから工賃入れても7、8000円か。くらいなんじゃないのかなと思いますけども。ユーストリームのコメントの方ちょっとまた戻ってみましょうか。106人も見てますね。アムロのコス今なら切れるんじゃないですか。ちょっと閉まっちゃったな、あれ。エアクリの吸入口いじったら吸気音大きくなる。そりゃそうだろうな。大臣の耳が痛いです。そう、新品の鍵に馴染んでないと硬いですよ。はい。でも馴染みすぎててもあんまりうまく回らなかったりしますけどね。今バイクの在庫全然ないですが。いや、いっぱいありますよ。いっぱいあります。ただ、グーバイクに出してないで普通にいっぱいあるんです。だからそれもちゃんと撮影し直しやんなきゃいけないなっていう仕事たくさんです。はい。ツーストのバイクが好きで、おまわりが来たな。ちょっと行ってきます。失礼。ただいま。行っちゃいましたね。だからね、車がもうほんと動かなくなっちゃって、今充電かけてるんですよね。別にいいじゃねえかって思いますけど。可及的緊急事態。駐禁じゃないと思います。駐禁取らないでほしいけど。でもちょっと行ってこようかな。もうそろそろバイクでね、車動くかな。でも、ねえ、放送取り始めたばっかりなのに。行くのもなんだかな。駐車場あるんですけど、バッテリー上がっちゃって車動かないんですよ。入れられない。というね、感じです。はい。どうしようかな。なんか、おまわりチラチラされてたら嫌だな。どうしよう。いや、一回ちょっと録画停止します。で、車を置きに行ってきますけども、配信はしたままにしようかな。思うんですけど。107人も見てるんだな。なんか申し訳ない。ちょっととりあえず行ってきますね。本当、腹立ちますけども。
でもそろそろバッテリーの充電も終わったと思うんで、ちょっとだけ行ってきます。ごめんなさい。